ジャズ組曲は20世紀のソ連の作曲家ドミートリー・ショスタコービチが作曲したオーケストラのための組曲である。第1番、第2番の2つの組曲がある。各曲はこの組曲のオリジナルではなく他の曲からの転用もある。ソビエトジャズ委員会に所属していたショスタコービチがソ連におけるジャズの普及およびバンドの向上を目的として作曲した。 ショスタ・コービチは一般に公共曲や弦楽四重奏曲のジャンルにおいて戦争などをテーマにした暗く重い作品を多く作曲したことで知られているがジャズ組曲はとても同じ作曲家が作曲したとは思えないほど軽妙な作品でありショスタ・コービチの意外な一面を映し出していると評されているただし内容は必ずしも現代的な意味におけるジャズではなく どちらかというと、ダンス音楽に近い。楽器編成は、オーケストラやジャズバンドというよりも、ライトミュージックやプロムナードコンサートの編成に近い。1934年に作曲された。全3曲。演奏時間は約8分。オリジナルの第2番は1938年に作曲されたが、戦争によって、オーケストラの楽譜が消失。 1999年になってピアノソーフが発見されるまでその内容は謎に包まれており全く関係がない舞台間弦楽のための組曲と混同されてもいたイギリスの作曲家ジェラルド・マクバニーによってオーケストレーションが行われ2000年9月9日に上演された全3曲舞台間弦楽のための組曲第1番1950年代に作曲された 本来の題名は舞台関弦楽のための組曲第1番だが、前日のジャズ組曲第2番が発見される以前、誤ってジャズ組曲第2番として知られていた。全8曲からなり、旧作からの引用やアレンジが見られる。演奏時間は約25分。ありがとうございます。